皆さんこんにちは、藤波心です。今回の選挙権のある人はぜひ投票所に行ってください。どうせ一人ぐらい動いても何も変わらないと思うかもしれません。あなたと同じように大勢の人がそう思ってしまったら本当に日本は変わりません。でもどうせ一人くらい動いても何も変わらないかもしれないけど、とりあえず投票所に行ってみようと大勢の人が一気に動くことで日本は劇的に変わると思います。一人一人の力は大きな力に変わります。誰かが何かやってくれるだろうではなく、今あなたが動かなければ何も変わりません。皆さん、本当にこのままでいいんでしょうか。負けてしまっていいんでしょうか。まだ選挙権のない人はご両親や大人の人に選挙に行くように呼びかけてください。今回の選挙が今後の日本の将来を決める重要な選挙であるということを一人でも多くの人に伝えてください。できる範囲で一人でも二人でも三人でも構いません。そして投票所に行ったら今一度東日本大震災を思い出してください。福島原発が爆発した後うろたえる東電、安全です、大丈夫ですと繰り返す政府、さらに安全な原発を作りますと平然とコメントする学者たち、これらをしっかりと頭に思い浮かべながら、あなたの正しい一票をどうか投票してほしいんです。よろしくお願いします。